自分が思ってるのは、まあ、撮影っていうのは料理人なんで、いろんな人がこう材料を作ってくれたのを、まあ、レシピをもとにいい感じに調理するっていう。アニメ制作工程完全網羅、アニメノバプロジェクトラボラトリー、略してノバラボ。今回紹介するのは、魅力をより引き立てるアニメ制作の終盤作業、撮影。この工程について教えていただけるのは、撮影監督の高津純平さん。撮影とは、原画動画で作ったスムーズに動くキャラクターに、背景美術が作った背景を足し、映像を完成させる工程。作画さんが描かれたキャラクターと美術さんが描かれた背景を合わせて、動画にする仕事ですね。タイムシートって呼ばれる本当説明書というか、それをもとにソフトを使って動画にするっていう感じですね。自分が思ってるのは、撮影っていうのは料理人なんで、いろんな人がこう材料を作ってくれたのをレシピをもとにいい感じに調理するっていう感じですね。この撮影における作業は大きく分けて2つ。まず1つ目はキャラクターと背景の合成。これまで別々の作業として進められてきた原画や動画、背景がこの撮影工程を経て一つになる。撮影で一番最初にやるのは、このタイムシートのここの欄のこの数字を、こっちのデータに反映させていくっていうのをやります。このタイムシートが撮影の作業をする上での説明書。高津さんの言葉を借りるならば、レシピとなる。1秒間を24分割するアニメは、24回調理をすることでやっと1秒のアニメーションになるというわけだ。せっかくだから1番を調理してみようか。これは A の素材はいらない、 B と C の素材の1は必要、 D と E の素材はいらない。すると、おお、キャラクターが校舎を走る一コマが完成した。この作業を残り23回行うと、やっと1秒が出来上がる。では合成を終えた3秒間のアニメーションをご覧いただこう。これはこれは、ほぼ完成に近いアニメーションになったのではないだろうか。しかし高津さんは、ちょっとまだ整合性が取れてない箇所があるんで、これを撮影処理と呼ばれるもので、もう一段階クオリティを上げていきます。撮影における2つ目の作業が、撮影処理を加えること。地面の光に対する、ここの光がまるでないのがちょっと気になるなっていうのがあったので、高津さん曰く、このままでは床の光に対して窓から差し込む月明かりがないとおかしい。整合性を取るために撮影処理を加えると、床を照らす光の筋が加えられ、より自然な絵に生まれ変わった。このシーンには光の撮影処理だけではなく、キャラクターの影と色の調整、さらに粉塵をぼかす撮影処理も加えられ、出来上がったのがこちらのアニメーション。撮影処理のおかげで、よりクオリティの高いシーンに仕上がった。いや、いつも思うけど、すごいね、この作業。合成だけじゃなくて細部までこだわる。それで見てる皆さんがアニメに引き込まれやすくなる。その技術、感服です。
そういえばこの作業はなぜ撮影と呼ぶんでしょう。カメラで何かを撮影しているようには見えないんですけど、昔は実際に撮影台っていう、こうでかいあのカメラ台みたいなのがあって、そこにあの背景とキャラクターをこう重ねていってカメラで撮影するっていうのをやってたんで、あの撮影っていう名前があの残ってるって感じですね。なるほどなるほど、昔の名残でそう呼ぶのか。いや、そうなんじゃないかなとは思ってはいたんですけどね。僕も古い人間なんで。いや、アニメ業界ももうデジタル化が主流ですもんね。はい、勉強になります。高津さん、ありがとうございました。アニメーターを目指す若者たち、参考になったかな。